皆さんこんばんは。スタジアムオリジナルプログラムヒートアップタイムの時間となりました。ここからの時間は場内ビジョン、そしてガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルでライブ配信でお届けしていきます。ご来場いただいている皆さん、まだガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さんは、ぜひスマートフォンなどでもうこのタイミングで登録をよろしくお願いします。改めましてこんばんは、スタジアム MC の千石浩一です。さて、いよいよ今日がですね、シーズン最後のナイトゲームということで光の演出を行います。ぜひ選手紹介、そして入場時、さらにはですね、ガンバ大阪が勝利した際のガンバクラップ、このタイミングでぜひお手持ちの LED ブレス、そしてスマートフォンでのライトアップ、ご協力をよろしくお願いします。では今日のヒートアップタイム、早速本日一組目のゲストをご紹介しましょう。吉本お笑い芸人田村健二さん、サバンナ八木さん、そしてミサイルマン西大さんです。どうも、ガンバ大阪大好き芸人田村健二です。シェー出た爆笑どうしたブラジルの人聞こえますか。サバンナ八木です、お願いします。どうも、ミサイルマン西大です。シェーブラジルの人聞こえますか。はい、皆さんも一気に先輩のギャグ2つとも取るのあかんで、よろしくお願いします。さあ、はい、田村さん、今日は、はい、SDGs ということで、うん、場内さまざまな啓発イベントが行われておりましたけれども、はい、今日は皆さんはお笑い芸人さんと SDGs を学ぼうという、ね、時間を担当いただいておりました。30分間ちょっとイベントやらせてもらいまして、はい、で八木がね、健康になるっていうのも SDGs の目標の中に入ってますから、はいはいはい、それで八木がですね、ギャグスポって言って、はい、ギャグラジオ体操、あ、そういうのあるんですか。はい、あるんですよ、はい、でえらいちびっ子たちがえらい盛り上がってね、やらせていただきました。あ、本当ですか。ちょっと今ここでもできるんじゃない、今皆さん待ってはる皆さんもいてはるから、座ったままもできるやつあるんちゃう。まず手をこうやっていただいて、皆さんやってもらっていいですか。はい、手をクロスしていただいて、ピピー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 、顎の駐車場やってもらっていいですか皆さん。やってください。皆さん傍観されているようなそんな感じでしたけども、よかったらね、はい、よかったら座ったままできますからね。これ今のは何にいいんですか。今のはね、どこにも聞かないです。いや、聞かせろよ。一つ教えておきたいのは、絶対負けないじゃんけんってのがあるんですよ。あ、絶対負けないじゃんけん、はいはいはい、あ、これいいですね。じゃんけん盛り合わせ、グーグーあります。グーグーでも最悪こっち勝てるでしょ、はい、こっち勝てるんで、はい、負けますよね、これ出してこっちは負けますよ、こっち勝てるんで、じゃんけん盛り合わせ、はい、やってください。皆さんお願いします。はい、よければ持ち帰ってください。全員やってる。スタッフさんがなんでこれブッキングしたやろみたいな顔してます。相当想像よりも受けてないようで、もっと盛り上がると思ってたみたいで、はい、お願いします。僕ももっといいのあるはずなんですけど、はい、なんでこんな変なの持ってきたん今。ちょっとね、じゃあ質問します。はい、2たす9たす9いくつだと思いますか皆さん。いや、20。どうですか、2たす9たす9は20ですか。20。不正解。2たす9たす9は肉球です。やってください、皆さんやってくださいよ。田村さん、はいはい、実は時間がどんどん過ぎていっておりまして使いすぎました。すいません。今日は私の SDGs 宣言についてということでも、はい、皆さん宣言いただいているんですけれども、はい、皆さんは何かこう意識されていること、ともうすでに取り組んでいらっしゃることとかありますか。僕は毎日ヤクルト1000飲むんですけど、はい、絶対にちゃんと洗ってます。容器を洗って、はい、干して、はい、ほんで捨てます。なるほど。もうこんなちっちゃいことでいいんですよ、うんうんうん、皆さん本当に SDGs って何やろう、どうしたらいいのと思ってますけど、はい、ちっちゃなことからみんながやれば大きくなりますから、うん、はい、僕はちっちゃなヤクルトを毎日ちゃんと洗ってます。ありがとうございます。僕はね、家族でね、なんか肩凝った時はみんなでマッサージし合ったりしてるんですけども、はい、ちょっとね、試合前疲れてると思うんで。何ですか。今スタジアムをマッサージしています。おい、見えへんやろ、おい、おい、スタジアムをマッサージしています。この間です。お前ほんまにハート強いよな。ちょっとハートだけバカになってしまいました。強いんちゃうね、ハートがバカなんや。西大は
はい、僕はもうあのフードロスとか問題ありますんで、はい、あの食べ残さず全部食べるというので、はい、まあ、ここまで大きくなりましたし、はい、やっぱガンバの選手にも限界はないっていうのを、はい、この今の僕の感情を見て伝えたいんですよ、はい、これあのフリーサイズの服なんですけど、ユニフォームなんですけど、はい、これだけ伸びるというね、限界っていうのはない。フリーサイズでも着たら着れるっていう限界を超えていってほしいなと、はい、ありがとうございます。ロードバイクの人のユニフォームみたいなさあ、そして田向さんは、はい、ガンバのファンカンガンバファンフェスタ2022が9月25日、はい、日曜日ここパナスタで開催ということで、ね、今年はもうあれですか、はい、もう制限なしでやれるんですか。3年ぶりにまずはスタジアム開催ということで、はい、開催にやりました。皆さん盛り上がりましょう、はい、久々のぜひ当日はですね、はい、田向さんもスタジアムも、はい、そして僕も一日お願いします。盛り上げていただきたいと思います、はい、そしてですね、今ご出演いただきましたご参加方はですね、この後ハーフタイム、はい、さらにはですね、試合前のキックインも、キックインも、はい、ご参加いただきますので、はい、ぜひぜひ引き続きスタジアム盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん今日は勝ちましょう。どうもありがとうございました。この時間は吉本お笑い芸人田村健二さん、サバンナ八木さん、そしてミサイルマン西大さんでした。ありがとうございます。腹出てる、腹出てる、腹出てるよ。さあ、ということで、もう今日のヒートアップタイムは非常に盛りだくさんなもうスタートとなっていますけれども、では続いてはですね、本日2組目のゲストをお迎えしましょう。新加入となりましたガンバ大阪、山本リート選手です。こんばんは、お願いします。こんばんは、お願いします。さあ、それでは改めてサポーターの皆さんにご挨拶いただけますか。夏に加入しました山本リヒトです。まだ試合で出れてないですけど、ここから自分のプレー見せていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずはこのパナスタの雰囲気いかがですか。いや、最高ですね。もう上から見てますけど、はい、もう皆さんの熱い応援と、はい、もう伝わってます、すごく。そしてもうサポーターの皆さんがすぐ間近にいらっしゃいます。なかなかないんで、はい、やっぱ早くこのピッチでプレーするのが楽しみです。はい、ぜひね、素晴らしいプレーというのをこのパナスタで披露していただきたいなと思いますけれども、さあ、今日はですね、ガンバ大阪素敵なですねグッズが販売されているんですよね。皆さんもチェックいただいているでしょうか。90年代後半に小学生の間で大ブームを巻き起こしましたミニ四駆とガンバ大阪が夢のコラボレーションです。場外特設ブースにてオリジナルミニ四駆3種を販売しているほか、ご購入いただいた方には特設ブースにて組み立てとコースでのレース体験もお楽しみいただいております。こちらはですね、当日販売そしてオンラインショップ合わせて500個限定販売となっております。はい、こちらエアロアバンテ、マッハフレーム、ライキリというですね、はい、3種全て税込み2420円、場外ゴール裏ミニ四駆特設ブースにて販売しております。ぜひお買い求めください。さあ、山本選手、少しでも山本選手のことを知れたらということで、今日は、まあ、SDGs スマイルマッチデーということもありまして、まあ、皆さんに日頃からちょっと意識して取り組んでいらっしゃることだったり、ご自身の体のケアのことなんかについて聞いているんですけれども、山本選手はシーズン中意識されていることってありますか。いや、もう僕は好きなものを食べるのがやっぱ一番いいなと思うんで、うん、好きなものを取ってます。じゃあもうとにかくそういう気持ちの部分でのストレスを軽減させる。そうですね、あんまり体に悪いものは食べないですけど、うん、まあ、自分が好きなものを食べて気持ちよく生活します。大阪に今住まいを移しての生活ですけど、何かこう関西らしいもの、大阪らしいものっていうのは食べられましたか。来て1週間でほぼ食べました。来て1週間、はい、たこ焼き行った、たこ焼き、はい、串揚げ、串揚げ全部食べました、1週間全部。はい、ということでもうすでに関西の食、このもん文化触れていただいているみたいですけれどもね、今日のガンバ大阪の試合非常に重要なゲームとなっていますけれども、今のチームの雰囲気っていうのは山本選手どんな感じなんですか。知る限りでぜひ聞かせていただきたいんですけども。まあ、厳しい状況続いてますけど、まあ、全員前向きに一試合一試合勝利に向かってやってるんで、すごい雰囲気はいいですし、うん、まあ、今日の試合もすごく楽しみです。
じゃあこうなんというかやはり残り試合も少ない、そして順位争いも熾烈を極めているというところで非常にこう殺伐としたものがあるのかななんて思ってるんですけど、決してそうではない。そうですね、練習も明るくやってると思います。じゃあそういう意味ではそのポジティブなエネルギーっていうのがあとはこのピッチの上で表現されればおのずとじゃあこう結果っていうのついてくるようなそういう雰囲気っていうのがあるんですか。まあ、サッカーメンタルだと思うんで、やっぱりポジティブにやっていかないと、強気にやれば結果はついてくるなと思います。ご自身もじゃあこれまでの経験の中でやっぱりこうメンタルが落ち込んでいたり塞ぎ込んだりしている時っていうのはピッチ上で見せるプレーっていうのもあまりいいものが出せないっていうのがあったんですか。そうですね、やっぱ出せないです、そんな。体が思うように正しいプレーをしてくれない。そうですね、選択の判断も遅くなりますし、やっぱり自分が正しいと思ったことも自信持ってやるのが一番なのかなっていうふうに思います。じゃあこういう状況にあっても選手の皆さんそれぞれが自分のプレー自分の選択に自信を持って積極的にプレーをしていくことが結果としてこうチームとしていい戦いにつながっていく。はい、そう思います。ちなみに山本選手はまだこのピッチでプレーをサポーターの皆さんに届けられてませんけれども、どういうプレーを得意とする選手なんでしょうか。ご自身のストロングポイントはどういうところですか。まあ、ゲームを作ること、そしてその中で縦パスであったり、ゴールにつなげるパスを出せるっていうのが自分の強みだと思うんで、復帰したら、そういうプレーを見せていきたいなと思ってます。今ガンバでプレーをしている選手ですと同じ山本聖の山本裕貴選手なんかもどちらかというとこうゴールに直結するようなパスなんかを得意としている選手ですけれども、じゃあそういう意味ではいいライバルがもうすでにチームにいますね。そうですね、まあ、自分も今見てて勉強になるところもありますし、負けてらんないなという気持ちもあるんで、復帰したらやってやりたいと思います。やってやりたいと思います。こういう力強いコメントっていうのがねすごく嬉しいですけれども、先ほどお話をしていましたらかつてこのガンバ大阪でプレーしていたレジェンド遠藤さんとは J2 のフィールドで対峙していろいろなことを学んだっていうことをおっしゃってましたね。そうですね、はい、やっぱり、まあ、ボランチ同士だったんで近くでやることも多くて、やっぱりどこ見てるかわからないっていうのが、分かったんで、そういうのも自分もやっていけたらいいなと思いますし、まあ、やっぱり近くでやってみて改めてすごいなっていうのは感じました。サポーターの皆さんはぜひそういうレジェンドに今度は山本選手になってもらいたいと思ってますよ。頑張ります。頑張ります。はい、さあ、まだね合流して間もないところもありますけれども、どうでしょう、もうチームのこの他の選手たちとうまくこうコミュニケーションを取りながら毎日過ごしてますか。あ、もうだいぶ慣れました。はい、やはり新加入組の皆さんがこう集まりやすかったりするもんなんですか、こういうタイミングでの加入っていうのは。まあ、僕リハビリからスタートだったんで、まあ、その時リハビリに行った選手とやっぱり仲良くなることは早かったですし、まあ、今もそうですね、ゆうやくんとかよくしてくれて、よく一緒にいます。あ、よく一緒にいる、はい。まあ、そんな福田選手は前節このピッチでねプレーする姿というのを久しぶりにまたサポーターに見せてくれましたけれども、じゃあご自身も上から見ていてなんかちょっと思うところっていうのがあったんですか。いや、やっぱリハビリの仲間がピッチでやってるのを見て嬉しい気持ちはありました。うん、俺も続くぞっていうようなスイッチもまた、そうですね、ちょっと入るところっていうのはあったのか。はい、なるほど、ありがとうございます。さあ、ということでですね、今日は山本選手がこうやってですねこのヒートアップタイムにご出演いただいています。なかなかねこうこの後試合っていうタイミングで選手が直接サポーターの皆さんの前に出てくる機会ってそうそうないと思いますけれども、すごく新鮮に感じてます。それともちょっとやっぱり緊張しますか、これだけたくさんの目が集まっていると。いや、緊張しますね。緊張します。こんな近くで多分喋るの初めてなんで。実は先ほどね田村源二さんご出演いただいた際に、9月の後半にはガンバファンフェスタというもう毎年恒例の大きなイベントが控えておりまして、もちろんそこにも山本選手は選手の一員としてご参加いただくわけですよね。そうですね、はい。どうですか、もうそういう話っていうのはこうし始めてるんですか。いや、まだ全くしてないと思います。じゃあこれから
こういうことお願いねっていうのをきっと伝えられると思いますけど、はい。さあ、そしてですね、ここで我らが熱き青の力ガンバ大阪ゴールキーパーチームがピッチに登場しております。サポーターの皆さん、大きな拍手、応援アイテムを掲げお迎えください。ガンバ大阪の最後尾を支えるゴールキーパーチーム、今日もぜひここホームパナスタ最後尾からチームを支えてもらいたいですし、この最後尾からチームをね後押しするプレーというのをどんどん見せてもらいましょう。改めてゴールラーサポーターの皆さんにご挨拶。サポーターの皆さん、共に戦いましょう。よろしくお願いします。それでは続きまして、我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介します。背番号1、完全無欠一致不当の青い盾、東口正明。背番号2、全身全霊かけてこそ青黒のエナジー、福岡翔太。背番号3、百戦錬磨のディフェンスリーダー、庄司源。背番号5、ゼロの系譜ナンバーファイブの伝承者、三浦玄太。背番号9、打ち込め叩き込め総国の大砲、レアンドロ・ペレイラ。背番号10、歴史を背負う縦横無尽のナンバー10、倉田修。背番号11、恐れろキレ伏せ雷ドリブラー、ウェリントン・シューバー。背番号13、羽ばたけさらに高く瑠璃色の翼、高尾龍。背番号14、進化は続く総国の彗星、福田雄也。背番号15、暴れ回れ一心不乱の青き狼、斉藤美月。背番号18、止まらない縦横無尽の重戦車、パトリック。背番号22、攻守の要衝青き砦、一森純。背番号23、たぎる闘争心勇猛果敢なソルダード、堂安。背番号24、サイド揺さぶる総国のハヤブサ、黒川圭介。背番号29、ピッチで脈打つ青木クオレ、山本勇気。背番号40、ゴールの道を切り開け青黒の野心、メッシの良太郎。背番号45、豪健豪快ゴールを奪う青の侍、鈴木武蔵。背番号47、止まらない情熱青黒の霹靂一閃、ファン・アラーノ。以上、我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介しました。さあ、山本選手、今日の18人発表が終わりました。山本選手、まずはオフェンスの部分で注目したい、皆さんにもぜひ期待してもらいたい、見てもらいたい選手。やっぱり優希くんですかね。同じ山本優希選手、はい。どういうところが、まあ、攻撃をする上で最後のラストパスっていう、そこの質は大事になってくると思うんで、そこを供給できれば前の2人が点取ってくれると思うんで、はい、そこは期待してます。29番、皆さん注目ですよと。さあ、そしてもちろん監督は得点だけではなくディフェンスの部分でもしっかりとこだわりを持っていらっしゃいます。そのディフェンス面ではどうでしょうか。
まあ、フォーバック全員ですかね。フォーバック全員、はい、しっかりとブロックを築く、はい、スライドをするというところ。そうですね、一人じゃ守れないと思うんで、うん、組織としてしっかり守れたら、はい、ゼロで勝てるんじゃないかなと思います。はい、まあ、最後尾には、ね、素晴らしいゴールキーパーチームがもうすでに、ね、ウォーミングアップを始めていますけれども、控えてますから、そういう意味では選手の最後はやはりこう気持ちの部分ですか。間違いないです。もう最後は気持ちが全てだと思うんで、必ず勝ってほしいなと思います。長らくここホームパナスタではこう勝利がというところがあります。ファンの皆さんは当然ながらやはりここホームパナスタで勝ち点をどんどん積み上げてもらいたいという思いでいらっしゃると思いますけれども、なんとか今日それを結果で答えてもらいたいなと。ゴールたくさん生まれますかね。生まれるでしょう。生んでもらいましょうというところ、はい、はい、ぜひですね、皆さんと一緒にですねここでホームで勝利をね分かち合いたいなと思います。さあ、今山本リード選手は山本裕貴選手というねお名前を挙げていただきました。そしてリハビリ中には福田選手だったりと、結構一緒に過ごしている時間が長かったというお話ありましたけれども、改めて、今ね YouTube ライブなんかでご覧いただいている皆さんからも質問なんかもいただいてますけれども、仲のいい選手、これからまたちょっと仲良くなっていくんじゃないかという期待も込めてという選手いれば教えてください。基本年近い選手は仲いいし、よく喋りますね。伊佐もそうだし、次郎もそうだし、まあ、ゆうやくん、光栄くんも一個上なんで、はい、まあ、そこら辺はよく話します。そうか、やっぱり年が近い選手っていうのは話としては最初は入りやすいか。そうですね、でも同い年の選手がいないんで。あ、ちょうどそうか、スポット空いてるところだ、ね、はい、じゃあ上か下かっていう感じで。そうす、はい、例えば、30代の選手なんかもいます。ガンバ大阪の歴の長い選手もいらっしゃいます。そういう選手とはどうですか。例えば東口選手なんかと話す機会っていうのはもうすでにありましたか。まあ、トレーニングルームとかで一緒にいるときは、まあ、話したりしました。先輩がこういい雰囲気を作ってくれたんですか、喋りやすい、はい、やっぱり最初ちょっと構えるところありましたよね。東京からこの関西、しかも初めましてのチームに来るっていうところは。そうですね、知ってる人ももともと少なかったんで、うん、かなり緊張してきました。緊張してきました、はい、それはもう初日でほどけました。少し時間はかかりましたか。まあ、早い段階でみんな割と話しかけてくれたんで、うん、そこは早い段階で大丈夫になりました。大丈夫になった、はい、じゃあもうあとはこのピッチから離れての普段の私生活っていう部分での関西での生活っていうのはどうですか。でもあんまそれは変わんないですね、うんうんうん、関東とそんな変わることはないんで、まあ、道路はちょっとまだ分かんないですけど。そうか、ここ行ったらどこ行くんだっていう。全然分かんないです。そういうのはまだまだ全然分からないけれども、はい、じゃあ普段家で生活をする分には、そして生活用品をこう買いに出かけたりっていう身の回りの部分での生活っていうのは。あ、もう全然慣れました。慣れましたか、はい。例えばオフの日なんかはちょっと違うところに行ってみたりっていうようなこともされたんですか。まだしてないですね、そんなに。家にいるのが基本好きなんで。家にいるのが好き、はい。それはもう昔から。いや、寝るのが好きなんで、なんかずっと寝ちゃいます。じゃあもう何、オフはずっと家でこうダラダラゴロゴロ。そうっすね。それでリラックスして完全回復して、はい、次の練習に臨むと。そうですね。なるほど。もうちょっとせっかく関西来たからね、アクティブに大阪北摂エリアね、ちょっと散策してもらいたいですけれども、はい、さあ、それではですね、ここで我らが青木青道からガンバ大阪フィールドフェアピッチに登場しております。さあ、今一度チームに力を届けてください。大きな拍手を響かせてください。さあ、何度でも言います、ここはホームパナスタです。選手の皆さん、ぜひサポーターの皆さんと共に戦い、必ず勝ち点3、勝利つかみましょう。よろしくお願いします。さあ、ということで今日のヒートアップタイムは豪華ゲストの皆さんをお迎えしてこの時間までお届けしてきました。
この後はですね、場内ビジョンは終了となりますが、引き続き YouTube ライブで配信を行っていきます。この後はガンバ大阪 OB 白井敦さん、そして MC 池田琴美さんにバトンタッチをしてお届けしていきます。山本選手、どうもありがとうございました。皆さんこんばんは。ここからのヒートアップタイムは私、スタジアム MC の池田琴美が進行を務めます。そしてここからのゲストはガンバ大阪 OB の白井敦さんです。白井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 OB の白井です。お願いいたします。白井さんもこのやはりサポーターの方の拍手、太鼓の音、驚かれていましたね。そうですね、こんなにあの雰囲気が出るとは、はい、ちょっと思っていませんでした。そして来月にはもう声出し応援もできますから、もっともっと迫力のあるスタジアムになるんですよね。そうですね、サポーターの人にとっては待ちに待った期間だと思いますので、はい、そこを期待しています。そうですね、はい、もう逆に言うと今日でこの応援が終わりますので、これも楽しんでいただきたいですよね。では白井さんがこのガンバ時代に在籍された時のお写真がありますので見ていきましょう。こちらです。あまり変わらないですね、白井さん。そうですか、恥ずかしいです。ガンバ大阪、そして北海道コンサドーレ札幌、ジェフユナイテッド市原千葉、大宮アルティージャでコプロをされまして、現在は京都産業大学サッカー部の監督をされているんですね。おお、なるほど。ここにこう監督をされている方が来るのは初めてですよ。あ、そうなんですか。はい、はい、ではちょっと今日は、ね、その大学の監督目線というところもいろいろお聞きできればなというふうに思います。あとこのゴールキーパーの OB の方もたくさんヒートアップタイムには来ていただいていまして、このゴールキーパーの方が来ていただくとなんとなく私もすごいホッとすると言いますか。そうなんです。はい、白井さんも今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。白井さんがゴールキーパーということで、実はガンバ大阪のとある選手と縁があるんですよね。そうですね、僕は新潟の時、はい、新潟で、ゴールキーパーコーチをした時に、はい、大卒2年目の東口選手が、はい、そこに、いまして、はい、それからの付き合いというか、はい、そんな東口選手から実は VTR が届いています。ご覧ください。白井さんは僕がアルビレックス新潟の時に、2年目からキーパーコーチでいてくれた人で、もう僕の恩師です。もう今僕がここにあるのも白井さんのおかげです。白井さんってほんまに優しいんですけど、ほとんど怒ったの見たことないぐらいなんですけど、僕が試合出るって決まった時に1週間の練習の中でちょっと俺ももう出るって分かってたから、ちょっとプレーがめちゃくちゃ緊張して、僕のミスで紅白戦とか負けたりしてたんですけど、そこで1回カツを入れられまして、そんなんじゃあかんみたいな、覚悟決めてやれって言われたのが今でも覚えてるし、そこでこう心入れ替えてプレーしてすごい良くなったから、白井さんがあの時怒ってくれたおかげでもう今の僕があるなと思ってます。白井さん、お久しぶりです。監督、今日頑張ってますか？またちょっとご飯落ち着いたら連れてってください。今日は頑張ってください。緊張しいの白井さんなんで、皆さん温かい拍手をよろしくお願いします。はい、東口選手からのサプライズで白井さんには見ていただきましたけれども、いかがでしたか？僕はね、最初新潟に行った時に、はい、東と初めて練習した時に、はい、これすごい選手だなと思って、おー、はい、で、僕が1回怒ったっていう時も、はい、僕の中ではある程度こうなるなっていうのは、うん、もうこのまま、デビューしてそのまま代表まで行くなっていうのはちょっと確信を持ってたというか、見えてたんですね。見えてたというか、それまでキーパーコーチ業というか、はい、そういうのをたくさんやってましたので、それを自分のプレーで棒に振るのかっていうところで、はい、めちゃくちゃ腹立って、はい、その時はマジで切れました。
あでも逆に言うとその時に白井さんがカツを入れてくださったから今こうして、ね、ガンバ大阪でも守護神として活躍を続けてくれているのかもしれないですよね。いやでももう誰が見てもダメだったのであの時の東は。そうなんですね。そんな時があったんですね東口選手にも。はい、そうですね。はい。まあ、その東口の選手のあの性格ってどういった方なんですか。あのプレーを見ているとやはり長年プレーされていてすごい頼もしい選手なんだろうなっていうあのイメージはあるんですがいかがですか。そうですね。キーパーの技術面というところでは、はい、もう多分日本のトップトップを行く選手だと思ってます、はい、ただその時僕が見た新潟の時は、はい、まだメンタルがついていってなかったので、そこさえちゃんと整えれば、はい、すごい選手になるなというのは思ってました。おなるほど。今すごいメンタルが、ね、強い本当にこうみんなを励ましてっていうところは新潟時代からこう徐々に培ってきたところっていうものなんですかね。そうですね。まあ、本人の性格もあると思うんですけども、はい、その時も本人 そのチーム愛とかそういうのが非常に強くて今だともうガンバ大阪のためにっていうのもあるんですけどその時はもうアルビレックスのためにっていうところで、はい、すごくこう体を張れる選手だったので、はい、そういう意味では期待してました。あもうそれはファンサポーターからしても、ね、本当に嬉しいことですよね。あここで質問が来ています。ガンバ時代の思い出は何ですかと来ているんですが思い出何か覚えていますか。ガンバ時代ほとんど試合出てなかったので、はい、本当にJリーグのその時ブームだったので、はい、まあ、実際やってるサッカー変わってないのに、うん、もう周りの盛り上がりがすごかったっていうのがそういう2年間でした。あっという間に過ぎました。まあ、開幕の時をこう経験されているということですもんね。その時代をう、ねはい、もうやはりその時 の熱狂的なのはすごかったんですね。いや本当に驚きました。あと当時は本並選手がゴールキーパーにいましたけれどもやはり同じゴールキーパーとしてこうどのような方だったのか教えていただけますか。まあ、本並さんは全て兼ね揃えたというか、はい、まあ、シュートストップもそうだしそのキーパーとしての、うん、まあ、パーソナリティというかそういうところも含めて、はい、まあ、当時からすごく尊敬するようなその目標にするような、ゴールキーパーだったので、はい、僕も入った、当初はこの人と、はい、ポジション争いするんだというところで、うん、非常に張り合いを持ってやってました。やはりもう当時からそういったこの争いというのがこうキーパー内でもいい争いがあったわけなんですね。なるほど。あと今大学でサッカー部の監督をされているということでガンバ大阪のユースの選手も何人か大学にいらっしゃるということで先ほどお聞きしましたらメシノ選手の弟も今見ていらっしゃるんですよね。そうですね。見ているというか、まあ京産業大学に来ていただいて、はい、しっかりとその大学サッカーというのを理解して、はい、活躍してもらってます。お今ねメシノ選手お兄ちゃんの方ですねが映っていますけれども弟がそのお兄ちゃんとこうどういった違いがありますか。僕の見た感じでは、はい、お兄ちゃんの方がもっとそのガツガツしてるというか得点に対して貪欲だとか、はい、そういうのが、雰囲気がある選手かなと思います。弟の方はどちらかというとそのゲームを組み立てるとか、はい、そういうちょっとパスで、うん、ゲームを、コントロールしていくような選手なので、それに今大学で取り組んでいるのは、そこプラス得点力というところも、取り組んでいます。おということは、まあ、弟のその良さも持ちながらもお兄ちゃんのこのガツガツした部分もこれから取り入れてもらって。そうですね。だいぶ影響を受けていると思うので、はいはい、楽しみにしています。これからまあ、その監督をされているというところでやはりこう監督業っていうのはもうざっくりになってしまうんですが難しいんですか。すごく難しいと思います、はい、特に大学なので、はい、そのサッカー以外のところが、うん、たくさんやらなければいけないところもあったりとかして、で、まあ、僕の場合は まあ、ありがたいことに周りのスタッフがすごく、はい、まあ、働いてくれるというか優秀な方が、はい、そうなんです、はいはい、なんで助けてもらってます。おやはりこの大学卒業してこうプロになる方もいらっしゃったりそのままお仕事をされる方もいらっしゃったりとそういったところもこう見ていくっていうのが大学の監督業の一つでもあるんですかね。そうですね、まあ、今までの、その僕の場合はもうサッカーのつながりしかないので、はい、サッカーで、
どこか、決まりたいという選手に対しては、うん、積極的に、まあ、問い合わせというかそういうところも、してるつもりです。おー、なるほど。でもいつかまたこう京都産業大学からこうガンバ大阪へね、こうトップチームに上がってきてくれる方もいらっしゃるかもしれませんので、そちらもね、皆さんで注目していきたいですよね。そうですね、はい、ガンバユースに限らずに、はい、京都産業大学出身の選手がガンバで活躍してくれることを願っています。その姿は見たいですね。また今日パナスタでこう今日試合ですけれども、白井さん、パナスタの雰囲気っていかがですか？コーチの時に、何回か来させてもらったんですけども、はい、当然雰囲気っていうか、うん、お客さんの圧というのがすごく感じられる、はい、そうなんですよ、スタジアムで、はい、やっぱりこれサッカー専用のスタジアムになって、うん、すごくこの選手も張り合いがあるなっていう、そういう感じです、はい、やはりこの圧感じますか？いや、めちゃくちゃ感じます。はい、もうこの圧を、ね、こう力に変えて頑張っていただきたいですよね。あとキーパーコーチも長年されていたというところで、印象に残っている選手、まあ、東口選手先ほど挙げていただきましたけれども、他にいらっしゃいますか？まあ、これはもう僕が選んだわけじゃないんですけども、はい、ありがたいことに、川島選手も、はい、僕が大宮の時に、うん、在籍してまして、はい、で その時もまだそのデビュー前というか、東と同じような、はい、境遇だったので、僕のそのキーパーコーチのその、はい、まあ指針というか、こういう風な形で、育てていくんだというのを今、コーチをしながらですけども、はい、学ばせてもらってました。こう教えながらも学んでという関係性を築いていたわけなんですね、はい、またそのお二人っていうのがやはりこうロシアワールドカップで2人ともこうメンバーに入ってという瞬間がありましたけれども、どんなお気持ちでしたか？まあ、2人を見てた当時からなんですけども、はい、もう全然性格も2人違うんで。あ、そうなんですね。そうですね。どういったところが？やっぱ川島の場合はやっぱり性格面とかそのキーパーらしさとか、はい、ゲームの作り方とかっていうのはもう18歳の時にある程度できてたんですけども、はい、はい、東の場合はまだ試合の経験がなかったの で、はい、で技術の方は東の方が全然うまいなっていうのがあったんですけども、はい、そういう精神的なところとかも含めて、はい、それで、まあ、同じ2人が目指すところ日本代表というところで、はい、最後出会えたというのがなんかちょっと意味があるのかなと思ってます。おー、なるほど。また東口選手が今映っていますけれども、ガンバ大阪で期待したい選手、こちらもお聞きしたいんですが。そうですね、まあ、僕京産大で、はい、まあ、メッシの選手、見てますので、はい、お兄さん、はい、すごく僕好きで、暑さが雰囲気が伝わるようなそういう選手ってすごく好きなんで、はいはい、だから、まあ、応援してますね。確かにこうメッシの選手がこうゴールを決めた時とかも、ね、エンブレムをぐっと掴んでサポーターにアピールしてくれたりと、そういった熱さってやっぱチームを盛り上げてくれますよね。そうですね、チームが、盛り上がる選手っていうのがいると思うんですね、はい、点を取った時に、うんうん、でその選手の一人がメッシの選手かなと思うんで、はい、それでもうみんなが結束するという、はい、そういう状態がやっぱり、まあ、これから6試合、はい、残留に向けてかもしれないですけども、うん、キーになってくるのかなと思います、はい、もう今日も、ね、その一歩として得点を期待したいですよね。ではここからはガンバ大阪新グッズご紹介します。ビューティー&ユースユナイテッドアローズ第1回目の販売で大好評だったスウェットパーカーをアレンジしたフルジップパーカー、また秋冬アイテムとしてロングスリーブ T シャツ、シェルパーカーの3つのアイテムが展開されています。今回も試合時はもちろん日常やレジャー時においても着用できるファッション性、生活に馴染むデザインと機能性を備えたアイテムとなっています。本日実際に私がこちらですね、ロングスリーブ T シャツ M サイズを着用しています。このような感じで、ちょっと私身長160センチなんですが、 M サイズを着るとダボっとした感じで可愛く着れます。袖にビーザヒート、ビーザハートと入っていまして、見えるかな、すいません持っているのでこんな感じで入っています。あとは手首のところにエンブレムが入っています。このようにおしゃれなアイテムとなっていますので、皆さんぜひ手に取ってみてください。こちらおしゃれですよね。そうですね、街で着ても十分
いけそうなそういう服ですね、はい、まさかねガンバ大阪のグッズだと思わないほどおしゃれになっています。では続いては前日に行われました監督選手の会見の様子ご覧ください。Eu acredito que tem que pensar no próximo jogo como uma final, esquecer o que existe depois desse, né? O mais importante agora é o jogo de amanhã, então a gente levar esse jogo como uma final e com todo o espírito de uma final, lutar, brigar e ter tranquilidade na hora de fazer os gols. そうですね、まあ一番点が入りやすいのは、まあそのやっぱショートカウンターだったり、まあ、相手の陣形が整う前なんで、まあ、そういったところ、まあ、しっかり球際ハードワークできてれば、まあ、そういったボール奪ってから早いカウンターっていうのはチャンスになると思うので、まあ、そういったところは次の試合大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。スタメンに何人名前を連ねるかは分かりませんけどやはり、ブラジル人の、強い子を持ったチーム、そのあたりが一番の特徴かなと、その攻撃力っていうところが、一番警戒すべき点なんじゃないかなというふうに思ってます。ファン・アランの選手、鈴木武蔵選手、松田監督の前日会見の様子ご覧いただきました。やはりもう全力でプレーするこのファン・アランの選手のコメント本当にもうその一言に尽きるのかなというふうに思いますね。残りの試合そうですね、まあ、気持ちを込めてっていうのが、はい、まあ、サポーターにも必ず伝わると思うので、はい、そういう意味で、今日ぜひ勝ってほしいですね、はい、後ろには東口選手が白井さんの元へと、よいよいよ再会がありました。今なんて声をかけられたんですか。しっかり喋れよそんな風にいい笑顔が見られました。ありがとうございます。また試合がもう東口選手も今来られましたけれども、まあ、調子が良さそうというところで、まあ、選手を後押しする、まあ、そういった今日の見どころどういったところにあると思いますか。まあ、残りの試合で、まずは失点しないというところが、はい、一番大事だと思うので、はい、そういう意味で、まあ、FC 東京、まあ、攻撃陣、迫力ありますけども、はい、組織的な守備で、ガンバは、守れてたら、しっかりと、はい、勝ち点を取れるんじゃないかなと思ってます。そうですね、もうしっかり勝ち点3を取ってもらいたいですね。では試合に向けて改めてではありますがファンサポーターに向けて一言お願いいたします。残り試合、ガンバ6試合ですけども、1試合1試合が痺れる試合になると思います。これから、サポーターの皆さんの力で、なんとかガンバファミリーで、勝利を掴んで、応援をよろしくお願いいたします。はいはい、白井さんもありがとうございます。この後はガンバ大阪 SDG スマイルの映像です。ご覧ください。私たちが暮らす地球は今たくさんの課題を抱えています。誰一人取り残さない理念のもと、そうした課題を解決し持続可能な世界を実現する開発目標、2015年9月国連により採択された SDGs です。このまま何もしなければ私たちの暮らしの豊かさはなくなってしまう。このままではいけない。私たちの直面する課題にガンバ大阪は何ができるだろう。私たちを取り巻く地域やサポーター、そしてパートナー企業がそれぞれの得意分野でお互いが連携し SDGs の理解の促進や意識を深め合うことからとにかく行動を始めよう。でも私たちガンバ大阪は国連がSDGs を発表するずっと前からさまざまな社会活動を行ってきました。地域の人々に健康的で豊かな生活をもたらし
笑顔でいられるように。今では選手やスタッフ、関係者にとって試合やトレーニングと同じくらい重要なこととして DNA に刻まれています。私たちは今まで継続してきたことを世の中の SDGs ムーブメントと掛け合わせ、もう一度足元を見つめ直し、一層進化させ推進していきます。ガンバ大阪が社会を、そして地域をより健康に、より笑顔にする。ガンバ大阪は SDG スマイルを掲げ、社会にとって欠かせない存在として関わる人々と競争し、豊かな未来を実現するために行動し続けます。本日の試合のボールパーソン、短歌を務めてくれるのは大阪国際大学サッカー部の皆さんです。よろしくお願いいたします。パナソニックスタジアム吹田にご来場の皆様、 YouTube ライブでご視聴の皆様、ガンバ大阪ホームゲームへようこそ。ただいまよりガンバ大阪 VS FC 東京のゲームに先立ち、レフリー並びに FC 東京スターティングレボをご紹介します。レフリー今村芳郎、アシスタントレフリー武田光晴、アシスタントレフリー塩津雄介、フォースオフィシャル中澤亮、 VAR 池内明彦、 AVAR 大塚春弘、マッチコミッショナー加藤光雄、FC 東京スターティングエレブをご紹介します。ゴールキーパー背番号24ヤクブ・スウォビーク、ディフェンダー背番号37中村穂高、背番号30木本康樹、背番号3森重雅人、背番号5長友佑都、ミッドフィルダー背番号31阿部修斗、背番号10東圭吾、背番号35塚川幸喜、フォワード背番号23渡辺龍馬、背番号22ルイス・フェリッピ、背番号15アラユトン、リザーブ背番号13畑野剛、背番号28鈴木純也、背番号47木村誠二、背番号43梶浦祐希、背番号17今野和也、背番号19山下啓太、背番号20レアンドロ、監督アルベル。
サッカー サッカーイレブンゴーキーパーナンバーワンマサキ東口ディフェンダーナンバーサティユータカオNumber five, Kenta Mira. Number three, Gen Shoji. Number 24, Keisuke Kurokawa. Midfielder.Number 47, Four, Alamo. Number 15, Mitsuki Saito. Number 29, Yuki Yamamoto. Number 40, Yutaro Meshino.Number 9, Leandro Pereira. Number 18, Anderson Pantori. Results. Number 22, Ichimori Jun. Number 2, Fukuoka Shota. Number 10,Kurata Shu. Number 11, Weary Tokshira. Number 14, Hukuda Yuya. Number 23, Dawa. Number 45, Suzuki Musashi. Coach! Matsuda Kiyoshi!